南口ホーム、玉川学園前駅は、東京都町田市玉川学園2丁目にある、小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は、O26。成城学園が成城学園前駅周辺の住宅開発をしたのと、同様の手法で、学校法人玉川学園が駅を誘致して、宅地開発を行い、その資金で、学校建設を行うために開設された。 相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で、京上駅舎を有している。東西にある丘陵の谷間に位置し、駅周囲の住宅地には急坂が多い。東京メトロ千代田線方面の直通の準急列車は、朝ラッシュ時の三島駅に停車する。2012年度の設備投資計画において、行き先案内表示機の新設が盛り込まれており、2013年3月14日に設置された。 駅名表は2021年3月下旬、新型タイプの駅名表に更新された。なお、それと同時に、駅構内の案内表示類がすべて新しい仕様のものに変更、統一され、駅名表も含め、日本語とハングル及び中国語兵器のものとなった。町田市内では初めて駅名表が更新された駅となる。 2020年度の1日平均乗降人員は26,876人であり、小田急線全70駅中30位。近年の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通り。学校法人玉川学園を中心とした学園都市であり、行政上の正式な住所でも玉川学園が用いられている。新宿方面からは、 玉川学園の敷地内を走行するので、キャンパス内風景がよく見える。春は桜の名所となる。駅北東に広大な玉川学園があるため、線路と並走して、鶴川駅方面へ行く道はない。駅東西及び南には、線路と平行に走る道があり、商店街となっている。また、文京地区である、駅周辺地域には、パチンコ店等の風俗営業はない。 都県境が近く、駅東方向へ山越えする神奈川県横浜市、青葉区奈良町地域の一部もこの駅の利用券である。町田市による玉川学園コミュニティバスと、神奈川中央交通による路線が発着する。玉川学園前駅南口。ありがとうございます。